겁니까 또 뭐. そんなに前のコピリーちゃんがラブだったなんて思わなかったのよ。だから誰がラブだ。お前さん、男の趣味が悪いの。悪いのは男の趣味だけじゃないっちゅけどね。こんなんだから生き遅れるのもな、かわいそうに。ガイアは黙っていろ。まったく、どうせ直すならなぜまともにしなかったんだ。だって普通じゃつまらないじゃない。面白いとかつまらないの問題か。こらこら、ダメだぞ。喧嘩はやめるんだ。俺様たちは固い友情で結ばれた仲間同士、どんな時でも手を取り合って一致団結、みんな仲良く。その気持ち悪い喋りはやめろと言ってるだろうが。そろそろですね。会議を始めたいんですけど。ああ、ならさっさと始めろ。貴様が議長だろうが。ごめんなさい。レイちゃんに八つ当たりしちゃダメよ。かわいそうに。それに会議と言うてもな、今さら何を話し合うんじゃか。世間じゃそっかり七賢人は悪者ってイメージが定着しちまったっちょからね。それは皆さんが手段を選ばずに暴れたり、簡単に正体を明かしたり、その上負けたりを繰り返したからで、ね。何もしていない貴様が偉そうに言うな。負けたくて負けたんじゃないわい。はははは、痛いところを突かれたな。でも言っていいことと悪いことがあるぞ。あ、すみませんすみません、口が滑りました。やってらんないわ。七賢人のイメージが少しでも良くなるように、私一人で広報活動を頑張ってたのに、あんたたちのせいで何もかもが台無しよ。むしろ貴様のようなクソガキのせいで元々の印象が悪かったんじゃないのか。それもあるかもしれんな。この小娘の性格の悪さは折り紙付きじゃし。なんですって。これは広報担当もいよいよ交代っちゅかね。ついに真のマスコットの出番っちゅ。ワレッチューちゃんの需要はニッチすぎるんじゃないかしらね。ほら、喧嘩はやめろと言っただろう。そんなに元気が有り余ってるんだったら、よし、その元気俺様が全部受け止めてやる。さあみんな、全力でぶつかってこい。あー、もう頭きた。あんたらなんて私の足引っ張ってるだけじゃない。これ以上付き合ってらんないわ。あ、アブネスさん、まだ会議の途中で、待ってください。放っておけ。どうせあいつがいてもうるさいだけじゃ。幼女のくせにヒステリックなんてたちが悪いっちょ。アブちゃん、見た目は子供だけど実は結構年だもんね。さてっと、アブちゃんがいなくなったところで、ちょっとあたしの話を聞いてもらえないかしら。なんだ、言ってみろ。真面目な話ね。あたしたちってば結構追い詰められちゃってるのよ。この状況をひっくり返すにはかなり大きな手を打たなきゃいけないと思うよ。お、大一番ってやつだな。うんうん、いいじゃないか。燃える展開だ。なんで皆さんあのネデスさんの話だと真面目に聞くんですか。オカマの話だから聞くんじゃなくて、トシマの話だから聞かないだけっちょ。そんな意地の悪いこと言わないでくださいよ。はい、そこ無駄口叩かない。で、具体的にどうするかっていうと。なるほどの。では、ようやく実戦投入できるんじゃな。
つまらん役回りだな。じゃあまたおばはんと一緒っちゅか。嫌な予感しかしないっちゅ。おう、任せておいてくれ。君の期待にはバッチリ応えてみせる。あれ、何レイちゃん、またあれも一緒に行うんですか。今さら躊躇してもダメ。私たちもう割と引き返せないとこまで進めちゃってるでしょ。それはそうですけど、でもそれじゃ決まりね。みんなの準備が整い次第結構よ。くれぐれもアブちゃんにはバレないように。くらえ、猫パンチ。くぼ、あ、危なかった。もうまだ子供のくせに、なんて鋭い一撃。でもまだまだミーシェ、ネプコなんてやっつけちゃいなさい。ネプ、頑張るです。ネプちゃん、泣かせたらダメだからね。相変わらず子供と同じレベルなのね、あいつは。誰とでも仲良くなれるのがお姉ちゃんの特技ですから。あの子たちもだいぶ大きくなったわね。はい、子供の成長は本当に早くて、もう私ではお相手できないです。可愛らしいですわよね。私にもあれくらいの頃があったんですわよね。デールさんに？あははは、嘘だ。な、それはどういう意味ですの？しかしあなたも飽きもせずよく通ってくるわよね。それはもう、可愛い妹に会うためですもの。ささ、ネプリアちゃん、もっとこちらに。またそうやって抱きつく。まったく、女神の仕事をほったらかしてのんきなものね。フルルート目当てに通っているあなたにそれを言う資格はないと思うけど。うるさいわね。それを言ったらあなただってそうでしょ。あの、皆さん、お仕事ってもう言うだけ無駄ですね。多少仕事が遅れても問題ありませんわ。私たち姉妹の力を合わせればこの大陸くらい一気に。またなんか柔らかいのが押し付けられてる。はぁ、疲れた。あの子もだいぶパワーアップしてきたね。こりゃ私もうかうかしてらんない。うわぁ、またネプギアがエルパワーで洗脳されそうになってる。あなたではサイズ的にこのような慈愛に満ちた抱擁はできませんものね。ぬギアちゃん、いいな。ねえノワールちゃん、私たちもギューってしようよ。はぁ、いやよ。そんな恥ずかしいものができるわけが。じゃあブランちゃんは？構わないわ、むしろウェルカム。やったー、ブランちゃん、ギューギュー、程よい柔らかさ。あ、何よその小バカにした笑いは。わー、ムカつく。やめなさい、その顔今すぐやめなさいよ。あの、皆さん、嬉しそうな声出しちゃって。そういうのは子供が真似したがるのでよくないですよ。リストワール
ゆゆゆかまし、お願いですから、それ以上はやめて。はは、ダメだよ、そんな思いっきりイースンさん抱きしめたらはみ出ちゃう。イースンの口からなんかはみ出てきちゃう。早く離してあげて。はーい。もうちょっとでぺしゃんこになるところでした。もうそれもこれも皆さんがちゃんとお仕事しないからですよ。それはあまりにも言いがかりすぎない？そうだよ。それに私いつもはちゃんとお仕事。プリルートは全然お仕事しないわよね。お昼寝ばっかしてる。いつも一緒に寝てるです。わー、ダメだ、内緒なんだから。内緒も何も、毎日そういう光景を見ていますけど。しょうがないな、プルルンは。子供にまでバカにされちゃって。その点私はネプコはダメ神よね。ダメ神様です。ダメ神、ネプテンのはダメ神な。的確すぎる表現ね。子供は素直ですわね。ちょっと、どこでそんな言葉を覚えたの？ネプティアが言ってたわよ。ティアちゃんに教えてもらったです。違うよね。ネプティアが違うよ。私は